どうもこんにちは、西成区出身芸人のギャロップの林でございます。私26歳の頃まで西成で、生まれそして育ちまして、まあ、今でも実家は西成の方にありまして、母親が住んでるんですけども、西成区出身だとか西成に住んでたみたいな話をね、普通の方々にするとちょっとこう構えられる方とかもいるんですけども、実際住んでた人間としては本当に素晴らしい街で、また住みやすい街で、古き良き時代のこの人の温かみとかそういう人情味がもう溢れんばかりの本当に素晴らしい街でしてね、それを何とか僕も伝えたいなと思うんですけども、なかなかねそういう機会もなくてですね、こういうせっかくの機会を与えていただけたんでね、本当に面白い街だ、ユニークな街だということもね、伝えていけたらなと思ってます。実際大阪市内の出身芸人さんって少ないんですけども、西成区出身の芸人さんが結構多いところを見てもすごいやっぱりそういう方が育ちやすい、本当に楽しい街だなっていうのを、皆さんに、理解していただけたらなと、美味しいもんもたくさんありますしね、面白いその看板おじさん、看板娘、看板おばさんもたくさんいてますんで、ぜひ皆さん西成という町に遊びに来ていただきたいですし、これから西成が盛り上がるにあたって何かしらお役に立てたらなと思ってます。西成区を皆さんどうぞよろしくお願いします。